こんにちは、ひねるです。今回のテーマはこちら、ジョイコン。任天堂スイッチ用のジョイコンが左手用デバイスとしてめちゃくちゃ優秀だったよというお話です。ジョイコンが優秀というのはイラストを描く人の間で少し前から話題になっていたのですが、動画編集でジョイコンを使うとどうなるんだろうと気になったので使ってみました。使ってみた結果、最高。そこで今回は MacOS でジョイコンを利用する方法を紹介していこうと思うのですが、設定や使い方は後ほど解説するとして、まずは実際に動画編集でジョイコンを使っているというところをご覧いただいて、どれくらい便利に使えそうかというところをご判断いただければと思います。ちなみにですね、左手用デバイスとして使うためだけに新しくジョイコンを買うということはおすすめしません。なぜならもっと安く買える左手用デバイスっていうのはいくつかあるからです。ジョイコンって8000円近くするんですよ。高いですよね。新しく買うならこちらの製品が良さげです。ジョイコンと比べて半額以上安いですし、何より iPad で利用できるという点がいいですね。ジョイコン以外を使う場合も今回の解説は参考になるはずですので、ジョイコンを持っている人もそうでない人もぜひ参考にしていってください。はい、それでは実際にジョイコンをね、左手デバイスとして使用する様子を紹介していきたいと思います。今回は動画編集でジョイコンを使用しますが、イラストを描く場合にも共通する点はあると思います。使用するソフトはこちら、ファイナルカットプロ X ですね。人によってね、編集の手順っていうのは違うと思うんですけれども、僕の基本的な手順っていうのは、まず音声やね、映像の不要な部分をカットしていくっていうところから始まって、その後にテロップや効果で画面に動きを入れて、その次に効果音や BGM をつける、最後に全体を調整するっていう流れなんですけれども、ジョイコンを使うのは最初の手順の音声や映像をカットしてベースを作るっていう部分ですね。それでは実際に作業していきましょう。まずこちらがですね、実際の音声ファイルになりますね。で、この音声ファイルの、余分な部分をね、カットしていくっていう感じなんですけども、このカットっていうコマンドが通常ね、キーボードだとコマンドプラス B かなでカットできるんですけども、このコマンドプラス B っていうのは、まあ複数のボタンを、複数のキーを入力しないとできないっていうので、このカットっていう処理をジョイコンのここのボタンにね、割り当ててあげることで、複数のキーを入力することなく、このボタン一つでカットできるようになるっていう感じですね。はい、こんな感じ。あと僕はね、ここに再生ボタンを追加してるので、再生停止っていうのもこの片手でできるようになりますね。こんにちは、ひねるです。任天堂スイッチライト、ついに。で、このカットした部分っていうのは本番で不要なので削除したいんですけども、キーボードだと、デリートですね、デリートに割り当てられているんですけれども、このデリートを押す際っていうのは、マウスをね、こう右手で握ってる際に右手を動かしてデリートを押さないといけない。で、このマウスとキーボードの往復っていうのがね、長い間作業するにあたって結構手間になるというか、時間のロスが多いんですよね。なので、このカットっていう作業をこの右手でできるようにすると、常にマウスを置いた状態で作業ができるので、時間のロスっていうのを減らすことができます。ちなみに僕はこのカットっていう作業をジョイコンのここにね、割り当ててます。なので片手でできちゃうっていう感じですね。基本的に僕はこの波形を見て作業していくんですけれども、波形でね、こう無駄に開いちゃってる部分を、まあ、削りながら作業していくっていうのをしていくんですけれども、ファイナルカットプロには、このクリップのね、トリミングっていうショートカットのコマンドがありまして、クリップのトリミングはここかなってできるんですけども、これもね、同様に、こちらのジョイコンにね、トリミングのコマンドをバインドしております。で、そのトリミングはどこかっていうと、僕はね、このスティックを左に倒した時に、左側をトリミング。で、右に倒した時に、右側をトリミングっていう感じでコマンドをバインドしています。で、まぁ、ちょっとついでに説明しちゃうと、スティックの上に1個戻るっていう動作を入れてて、下に1個進むっていうね、動作を入れてます。アンドゥリドゥですね。
これもね、片手でできるようになるっていうのが非常に便利です。本来はね、このコマンド Z とかコマンドシフト Z とかで、Undo Redo すると思うんですけども、これが片手でできるようになるっていうのがかなり強い。これは多分ね、イラストとか描く人も便利に使えるんじゃないかなと思います。このショートカットは。こんな感じで、まあ、ここもね、波形空いちゃってるんで、トリミングをどんどんしていくっていう感じですね。しかも女性プレイヤーの多い集まれ動物します。こういう咳払いとかもカットしていきます。近頃は新型ウイルスだそうです。これ話すする音とかもね、いらないので。さて公式によるカットしていきます。はい、こんな感じでトリミングとか、あとは再生停止とか、あとは、クリップのカットとか、そういったね、こちらにバインドしたキーを使って、左手はジョイコン、右手はマウスに置いたまま、キーボードにね、一切手を触れることなく作業することができます。あとジョイコンの良いところとしましては、キーボードを使う場合はこうデスクの上に手を置いて作業する必要があるんですけれども、ジョイコンはねワイヤレスな上に片手で操作できるので、例えばこうちょっとカメラないのであれですけど、腕をねブラーンとさせた状態で操作したりとか、なんかもう疲れてきたらこういう体勢でやったりとか、もうとにかく自由なんですよね。どこに手を置いてようが作業することができるので、疲れてきた時とかね、リラックスしたい時とか、いろんな体勢を変えて作業することができます。はい、ジョイコンを使った動画編集はこんな感じです。これはいいぞと共感してくださった方は、続いて紹介する使い方、設定方法についても見ていってください。まずは用意するものはこちら、ジョイコン、 MacOS のパソコン、ジョイスティックマッパーというアプリ。今回は Mac で使う場合の解説ですが、原理としては Windows でも使用できます。 Windows でジョイコンを使用する場合は、ジョイスティックマッパーの代わりに Joy to Key という無料のアプリがおすすめです。 Mac で無料のアプリはないのかと思う方も多いと思います。僕もそう思って3種類くらいかな、同様の機能を提供しているアプリを試してみたのですが、設定がややこしかったり、まともに動作しなかったりで、結局はこちらのジョイスティックマッパーを使うことになりました。アプリに任せたい仕事の内容自体は、キーボードの入力をジョイコンの各ボタンに割り当てたいという程度のことなので、探す人が探せば無料で使えるものが見つかるかもしれないです。できるだけ無料で何とかしたいという方はぜひ探してみてください。続いて設定方法です。まずはジョイコンの接続から、ジョイコンのペアリングボタンを長押しします。システム環境設定から Bluetooth を開きます。デバイスの一覧の中からジョイコンを選びます。続いてジョイスティックマッパーの設定です。 App Store よりジョイスティックマッパーをインストールします。ジョイスティックマッパーを開き、 Add a New Preset でプリセットを作成します。ジョイコンを使う目的に合わせて適当な名前を設定します。 Add a New Bind を押して、ジョイコンのボタンに割り当てたいキーボードの入力内容を指定します。例えば Final Cut Pro X でジョイコンを利用することを想定して、 ZL にクリップを再生するスペースキーを割り当てたい場合、スキャンをクリックして、ジョイコンの ZL ボタンを押した後、セレクトボックスからスペースキーを選択します。この時、複数の入力で一つのコマンドとなるものを指定するには、一つのボタンに対して複数の入力を割り当てます。例えば、最後のコマンドを取り消すコマンドキープラス Z を割り当てたい場合は、まずは該当するボタンにコマンドキーを割り当てた後に、同じボタンに対して Z キーを割り当てます。ここで1点注意ですが、複数キーを割り当てる際は、文字や数字キーよりもコマンドやシフトといった修飾キーを先にリストに登録してください。文字や数字を先に設定すると、修飾キーの入力が無視されて、数字や文字がそのまま入力されてしまいます。それぞれのボタンに対してキーボードの入力を割り当てていき、設定が終わったらエディットプリセットのウィンドウを閉じます。これで設定は完了です。続いて使い方です。ジョイスティックマッパーのウィンドウに表示されている使用したいプリセット名の左にあるチェックボックスをクリックします。この状態でジョイコンのボタンを押すと、プリセットに割り当てた入力が発動します。どうでしょうか？簡単ですよね。
このように設定も簡単で便利に使えるジョイスティックマッパーなんですが、1点注意点といいますか、これできないのっていう不満点があるので知らずに買ってしまうという前に紹介しておきたいと思います。それはキーの連続入力に対応していない点。例えばスティックの右側に右カーソルキーを割り当てたとして、スティックを右側に倒し続けても右カーソルキーの入力は一度しか発動しません。これが本当に残念なんですよね。ファイナルカットプロ X での右カーソルキーの役割は再生ヘッドを次のフレームへ移動するというものなんですけれども、押しっぱなしに対応していないために連続して数フレーム先へ進めたい場合には何度もスティックを右に倒さないとダメなんですよね。これはかなり億劫です。しょうがないのでこのカーソルキーの操作は別のソフトを使ってマウスのホイールキーに割り当てていますが、 Undo や Redo といった連続で入力してもらいたいシチュエーションは多いので、この点が改善されれば神アプリになれるのにな、惜しいなと思っています。というわけでジョイコンが左手用デバイスとして優秀だよという話とその使い方の解説でした。ジョイコンさえ持っていれば600円ちょっとで動画編集やイラスト制作の作業効率がぐんと上がりますので、クリエイティブな活動をされているスイッチユーザーの皆様はぜひお試しいただければと思います。今回は以上です。このチャンネルではゲームやガジェットの話題を投稿しています。また見てあげてもいいよという方はぜひとも高評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それじゃあバイバーイ。